一番見てほしいところ、そうだな、昆虫対決でダイゴさんが絶叫しているところかな。<laughs> <laughs> すごく臨場感があって私はあそこが好きですね。うん、あ,ありがとうございます。はい、あとはやっぱりその私自身がそうであるように昆虫映画で感動するはずがないと思ってたんですけども、まんまとやられました。もうそういう方にこそこの映画を見ていただきたいなというふうに思います。ダイゴさんはいかがでしょうか。 僕はですね、やっぱりそのカブトムシの対決シーンの僕の絶叫ですよね、<laughs> えー、かぶっちゃうんですけれども <laughs> でも本当にあのカブトムシの対決例えば永遠のライバルクワガタとの対決とかでカブトムシ同士の対決とかもうあれは、ね、本当に僕も子どもの頃からすごくもう名勝負だなと思ってたし。 だから本当にその対決が、もうある意味、世界で一番かっこよくこの映像に収められてるなと思うので、あそこはもうぜひ、もう全世界のキッズ、まあ、あと僕みたいに昆虫好きで、大人になった人たちとか、みんなに見てほしいです、ねはい、え皆さん、DAIGO さんの絶叫シーン、いかかがでしたか <laughs> ありがとうございます。 それではですねこの後フォトセッションとさせていただきたいと思うんですが本日はですねこの相川翔さんからプレゼントいただいたその兜節をムシを大後さんとそれから吉田洋さんに時間この持っていただきまして行おうと思います本物なんですねこれ実際栗林さんこれ飛んだりしないんですかこの後先まで行っちゃうと上まで行っちゃうとあなんかこれ飛びそうな感じですねいかにも飛びそうな感じになりますちょっとねでも カブトムシってのは本来あの夜行性なんですよ昼間おとなしいけど夜になってものすごい元気になって飛んでいくんですねで今の感じ見たらなんか飛び飛びそうだったこれ今日だって来た方皆さんにはい、希望者は100名の皆さんに名、お勤め数1匹ずつすごいです銀座でカブトムシ持ってる人たちがねなかなかない光景ですねおー映ってきた おお、吉田さんの方のカブトムシ、ちょっと元気良すぎませんか。元気手にいきました。よちょっと来ましたね。ええ。私、樹液出してないですけれども。なんか匂うのかな。全然手の上張っても。あの、ど、うですか。あの、怖くないですか。怖くないです。私、本当に好きなんです。この。特に目が。つぶらで。で、しかもね、ちょっと目があった気がするんです。この子。かっこいいですね。かわいい。 さあ、つやないですね。自然の状態だと、まだあの自然の状態だとカブトムシは出てこないんです。まだ山行ってもまだいませんね。今月の終わりぐらいかな。今まだあのこの状態で地面で休んでるんで。ああ。でもなんか相川さんがちゃんと愛情かけて育ってるね。そうですね。五千リのうちの二百匹をまあこちらに分けていただいてということなんです。僕のねカブトムシがね。 おしっこしましたね。あら、えー。映画の中にもシーンがありますよね。えー、そうですね、えー。さあ、それではちょっとマイクをこちらに回収させていただきまして、吉田さんと大後さんにはこのもう一本ちょっと加えて、一、はい、本だけできますか。はい。じゃあ一本だけこの持った状態で、えー、写真をちょっと撮っていただこうと思います。ああ、飛んだ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 本当に飛んじゃいました。 あららららら、これどこ行っちゃうんだろう。あら、本当に飛んじゃいましたね。ああああああ。ちょっと見失っちゃいましたね。あ、今ちょっと舞台の下手の方でに消えちゃいました。あ、あ、まだ飛んでますね。みんな見えますか。そっちから。ああ、今あの正面にぶつかっております。これ後で捕まえることができるんでしょうか。ちょっと心配になってきました。 いや本当にミラクルですね、これはあもう見失ってしまいましたね、どっか行っちゃいましたね、これまたちょっと別のカブトムシをご用意いただくということになりますでしょうかありがとうございますでは、そろそろお時間がやってまいりましたでは最後にですねまた d a i g さん、それから吉田さんよりメッセージをいただきたいと思います。はい 吉田さん最後に一言メッセージをお願いします。あまた飛ぶ、ま。あま二匹目が飛び始めました。<laughs> ね、これ栗林さん簡単に飛んじゃいますね。相川翔さんの育てたカブトムシかなり元気がいいです。二、えー、匹とも飛んでしまいました。<laughs> 飛んでっちゃった。 さ、吉田さんすみません最後のメッセージですがこの映画に出てくる登場人物たちは本当に普段私たち人間があまり意識しないあの小さい者たちですけれども確かにこの地球上に生きていて あのこの地球に生きているのは我々人間だけではないということそしてこの生き物たちの命を我々はいただいて生かされているのだということを伝えている命の映画だと私は思っています、えー、一人でも多くの人にこの映画を見ていただきまた小さいものの命そして我々の命について考えるきっかけになればいいなと思っていますし、えー、子どもたちのみんなには2回3回とお友達を誘って劇場に来ていただきまして今年の夏休みの自由課題は 昆虫でお願いいたします皆様よろしくお願いいたしますはいありがとうございますそれでは最後のメッセージですが大吾さんお願いいたしますはいいやまさかね本当にカブトムシが飛んで僕は謎の棒を持ってフォトセッションするっていうね <laughs> あいつは何の棒を持ってるんだっていうぜひその棒付きの写真を皆さん使っていただけたらと思うんですけれども <laughs> <laughs> でも本当にああいうね昆虫っていうのはどういう動きをするかわからない中でずっと撮影をしてこられた、まあ、栗林さんだって監督に改めて本当にリスペクトですしあとは本当にまあこの昆虫映画本当に世界に誇るもう最高傑作だと思っておりますのでぜひ皆さんもう老若にゃんにゃ問わず、ねえー、言えてないですか、すいません、えー、じゃやっぱナレーション向いてないのかな。やっぱでもえー まあでも本当にぜひね皆さんで夏休み楽しんでもらえれば嬉しいなと思います。今日は本当にどうもありがとうございました。